なるほど、これは確かにいいね。マリ姉さんのおかげです。完璧に仕上がってる。さすが、バッチリだよ。ええ、では参りましょうか、クイーンルージュへ。沙織さん、沙織さん、本当に沙織さんなんだね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん。なんか思ったより年がいってるみたいな。沙織と言います。どうぞよろしく。どうも、メグです。いらっしゃい、クニコです。はじめまして、沙織です。おお、沙織ちゃんね。ああ、どうぞどうぞ、座って座って。いや、綺麗ですね。本当にこのお店最高。どうも、はじめまして。弁護士になれるなんて、そのすごいですよ。やっぱり普通の人には難しいですもん。ちょっと何言うんですか、もう。何です？ああ、シャンパンですね。はあ、こちらのお客様、シャンパンお願いします。ちょっとねえ、星野先生、今夜は楽しく酔いすぎちゃったみたいね。すっかり仕事を忘れちゃって。あ、ほら、頭ぼーっとしちゃって。可愛い顔して何考えてるの。え、いけないこと考えてたかも。もう源田先生、初対面でこんなことさせちゃうから、みんなを勘違いさせるんですよ。かわいい。声もっと出していいよ。いや、そんな。いいな、ずるいですよ先生。あら、源田先生、私こんなにだらしなくなってきちゃった。初対面なのにはしたない？だらしないの？そうかな。だらしないですよ、こんなの。だからお願い、沙織を叱ってくださいな。じゃあ、どんなお仕置きがいいか言ってごらん。ちょっと先生、何ですかお仕置きって。離れなさいって。私たち不自然だって、星野先生。沙織さん、でも私、自分を抑えるのがうまくできなくって。ああ沙織はいけない子なのかな。星野君、おい、なんかケチからんぞ。聞いてんのか二人とも。あ、ねえ、ちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。かしこまりました、沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、こっちも頼みたいんだけど。いや、これは皆様お待ちください、順番にお伺いしますので。大型新人、期待以上だったみたいね。マジか、すごいね。これは参りました、姉さん。数々の失礼、本当にすみませんでした。そんな、今日はたまたまうまくいっただけですから。